はい、じゃあこれからねスープを作っていきたいと思います。これがですね鶏ガラなんですけれども、これが一晩ねちょっと血抜きをしておきました。今からこの血の出た水を捨てて、さらに下処理として下茹でしていきたいと思います。じゃあこちらをねたっぷりのお湯で下茹でしていきたいと思います。じゃあこれを火にかけます。沸騰したらちょっとこの状態で1分ぐらいで様子を見ます。で今これ上に出てるのがアクとか汚れとかもそういうのが出てるんで、これはあと1分間ぐらい放置したら下茹で完了となります。でですね下茹でが完了したらこちらの流しにですね流していきたいと思います。でじゃあ綺麗に洗った鍋にこの下茹でした鶏ガラを内臓とか血合いをちょっと洗いながら綺麗になったらこれにどんどん入れていきます。はい、綺麗な鶏ガラを今ここに入れました。下処理が終わりました。ここにですねこの、約12時間蒸した椎茸と昆布から取っておいた出汁を、これをこして寸胴に入れていきたいと思います。こう入りましたのでこれで、6リットルのラインで約1リットルぐらいですね水を足していきます。鶏ガラが全部ちゃんと使った状態になったらこれで火にかけていきたいと思います。でとりあえずですねこの鶏ガラを入れたこの寸胴が沸騰する手前まで強火で加熱していきたいと思います。はい、火は止めずに沸騰の直前の状態を保っていくっていうのがチンタンの作り方になってます。あとですねこの食材をこの鶏ガラをですね動かすとどうしてもスープが濁ってしまうんで、沸騰する直前の泡がコポ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 出てる状態を維持しながら食材を動かさないかつ焦げつかせないという、これしっかり目を離さずにこの状態になってから8時間炊いていきたいと思います。ネギ頭、長ネギのね青い部分入れます。この状態で8時間炊いていきたいと思います。はい、こんな感じでね今8時間経過しました。だいぶ水も減ってね、まあ、アクとか、油とか取りながら8時間この状態でやってきました。はい、じゃあこれ網にこしてスープを取っていきたいと思います。はい、これでスープがねこれできました。はい、8時間炊き続けたスープです。まあ、ちょっとねもうちょっと澄んだスープを作りたかったんですけどちょっと濁っちゃいましたけれども、まあ匂いはいい感じにできてます。じゃあこれでラーメン作っていきたいと思います。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、じゃあですね、この麺をこのお湯の中に入れていきます。これ自家製麺ではないですけどね、これ買った市販の麺です。細麺になってます。これが茹で時間が2分になってます。じゃあこの茹でてる間に器をね温めておきます。器を温めるっていうのはやっぱねラーメンで重要ですからね。はい、残り1分になりましたんでここにタレと油を入れていきます。じゃあここにね、僕のタレなんであんまり分量とか当てにならないですけど、まあ、これ大体 35cc から 40cc ぐらい、はい、入れます。でここに先ほど作った油入れていきます。油はねそんな量はいらないんです。でここにブラックペッパー入れていきます。スープを入れます。これ盛り付けていきます。てんこ盛りラーメン完成です。まあね、いろいろありましたけどもこんな感じで完成しました。ちょっと仕込みに時間かかりましたけど、スープから全部一から作って麺以外は作った僕のラーメンが出来上がりました。じゃあさせて食べていきたいと思います。じゃあ完成したこちらのラーメン食べていきます。あー、まあでもスープもいい感じで、じゃあ味玉も、うん、味ちゃんも使ってますね。うん、こんな感じでメンマも、うん、メンマもいい感じで出来上がってます。でちょっと麺もね、麺と相性、うん、これ思ったよりうまくいってますよ。この鶏の香りがねすごい、やっぱ鶏の油とオリーブオイル割ったのは良かったかもしれない。うん、でね、何より今回僕が嬉しかったのはこの豚の肩ロースのチャーシュー、これが低温調理がうまくいったのが嬉しかったですね。うん、味も染みてて柔らかくしっとり出来上がってます。チャーシューはね本当に皆さんも家でやってほしい。これはやっぱ僕はもうお酒飲まないんですけど、お酒のおつまみとかにも合うんでね、うん、うんうんうん、最
最高。はい、というわけで、ね、今回ラーメンを作っていったんですけれども、やっぱちょっとね、めんどくさいんで、いろいろ準備するものがめんどくさいんで、あんまり作ることできないと思いますけど、次回はね、またなんか違うラーメン、今回清湯系のこういうスープを作っていったんですけれども、まあ次回はね、なんか白湯とかそういう、まあ、家の火力でできるかどうかわかんないんですけど、ちょっと他のラーメンも作っていきたいと思います。では皆さん、また次回お会いしましょう。